はい、東京都板橋区の税理士の大野明です。よろしくお願いします。今回のテーマは個人事業者ですね。個人事業者の確定申告期限と納付期限。個人事業者の確定申告期限と納付期限。はい。基本的に個人事業者については、1月1日から12月31日までの売上、仕入れ等のお取引ですね。こちらの結果の決算書ですね。を作り、それで税金計算をします。それで申告書を作りますと。こちらについて提出期限ですね。は、基本的に3月15日になります。土日祝祭日が被った場合は、その次の日になりますが。はい。あと、ここで注意した方がいいのが、消費税は期限が違います。消費税については、3月15日でなく、3月31日となります。ので、期限の違いに注意してください。はい。また、この申告期限ですね。申告期限について、1日でも過ぎてしまうと、ペナルティの方が発生しますので、ご注意ください。無駄な税金を払うほど、アホらしいことはありませんので。はい。以上、個人事業者の確定申告の、所得税と消費税の期限ですね。はい。こちらについてお伝えさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。